皆さん、こんにちは。マーティン、ダウミラクルボ、キンクです。昨日の P リーグは確かに、浅田・里奈さんが準決勝を検出、ノイちゃん、岩見宮さんはワイルドカード、カトパンさん、オー澄さんは残念ながら休場となってしまいました。次回は坂本志美ちゃん、いよいよ復活で登場する予定です。はい。というわけで、キング・トク、P リーグ愛今回の P リーグは、いよいよ来週に行われるブランズウィック東北大会直前のポイントを語ります。やはり、ポイントはやはり、手足ジャ・さんと内藤まやみさん、やはり、結婚あってねはい。優勝経験のある選手ございます。 やはり大注目の選手、P ギングでも過去に何度も優勝したことも優勝経験が多いため、これ、勝つには本当に難しいです。ベテランというスポーリング選手も含めもは難しいですね、なかなか。はい。やはり突破するには右投げ、左曲げをもっと磨かないといけないということもそうです。はい。ナイトマヨムさんも確かに強い選手で、やはり評価あってすごいですね。はい。 まあこれも勝つにはちょっと難しいです。200以上も出さなければ勝てませんね、なかなか。はい。優勝するにはまず200以上出すことが一番大事でございます。はい。稽古も丹念にです。はい。以上です。バイバイ。